はい、シューチャンネルのシューです。今日はですね、ちょっと休みなんで、また、畑の、作業をしていたんですが、今目の前にあるのはですね、例の100キロを目指せるスイカということで、2株ほどね、育てているものになります。植え付けが5月25日頃、今日が7月2日なので約もう1ヶ月経ちました。前回ですね、6月の12日頃に摘心をしたので、摘心からですね、だいたい今20日ぐらい経った状態なんですけど、孫づるまでは行ってないのかな、子づるは伸びてますよね。結構伸びてます。だいたいですね、一定方向に誘引しているので、幅的には2メートルから 2.5 メートルぐらい、少しスペースとっているような感じですね。葉の状態も見てもらったら分かる通りちょっとでかいですね。でウリハリムシも、何匹か飛来はするんですけど、あまり食べられてないですね。多分美味しくないのか硬いのか、強いのかといった感じで、それでですね、ちょっとタグなんかこれ見ていくとですね、今6月、で7、月以降ですね、7月だから多分8、9月ぐらいには収穫だと思うんですけどね、未だですね、雄花は確認できるんですけど、実の方が確認できないんですよね。今日もう夕方なんで、花閉じてますけど、このような状態で、花の状態自体はですね、普通の、サイズと変わらないんですが、とにかくちょっとね、葉がね、普通のスイカの 1.5 倍から2倍ぐらいはありますね。こちらのね、品種は、継ぎ木ではなくてですね、もう自根で大丈夫ということを、触れ込みで書いてあったんですけど、全くその通りで、とにかくね、ちょっと勢いがすごい、そういった感じです。あとね、まだまだ伸びそうなんですけど、普通ね、小玉とか大玉だったら植え付け1ヶ月ぐらいでね、1、2個は確認できるんでね、そこはちょっと意外だなと思いました。一気に成長するのか、ゆっくり、大きくなるのか、ちょっとね、初めて育ててるんでわからないんですけど、ちょっとね、皆さんで育てたことのある方ね、書き込みくださると嬉しいんですが、とりあえず仕立ての方向性としては問題なくて、見ての通りですね、株位置がここなんですけど、こっちには伸びずにもう完全にこっちに伸びてきてるんでですね、うまいことスペースは活用できております。あとはですね、結構雑草も生えてはきてるんですけど、株の勢いがあるので、雑草を覆いかぶさってくれていくらかね、草を生えなくしてくれてますね、見た感じ。ですから、梅雨時期とか夏時期のあんまり草を生やかせたくないところに植えて、シート代わりにね、使える品種なんじゃないだろうかとも思っております。土地がある人限定の感じで、わざわざ食べるために作る品種じゃないのでおすすめはできないんですけど、あとはですね、こっち伸びてるのは、ちょっとスペースもったいなかったんで上にねゴーヤを這わせてますんでね。あとどうですかね、ここね20日2週間ぐらいでね、野菜もそうですけどね、雑草なんかもすごい勢いでも伸びてますでしょ。梅雨が明けたらね、毎年草刈りを2回ぐらいして、またね見栄えよくいつもしてるんで、あともうちょっとね梅雨明け宣言が出るまでね待たなきゃいけないんですけど、いくらかね、ここの土地は初めて畑にする土地だったので、経過どうかなと思ってたんですけど、今のところ順調です。肥料はね、実ができたらね追肥を始めるって書いてあったんですよね。実ができたら、でもねまだ実ができてないからね、で今迷ってるのが、一株に、一つだけ残してとは書いてあるんですけど、それしてね、もしもね、割れた時なんか目も当てられないんでね、2個ぐらい残してみたいなと思うんですよね。で100キロですけど、50キロにでもなればね、相当大きいですから、ちょっと目標値設定しながらね、数も調整していこうかと思います。いくらかですね、気になられてた、方もいらっしゃったので、動画撮影しておりますが、育てやすいですね。はい。そんな感じでですね、今のところ順調ということで、以前はですね、一株の方が勢いがあったんで心配してたんですけど、1ヶ月過ぎて、両方追いついてきてる感じなので、ただね、生育が旺盛すぎて、ちょっと一般にはおすすめできないといった品種です。はい、以上、定期報告代わりに、動画撮影しております。これですね。
100キロを目指せ超巨大スイカということでお送りいたしました。以上、しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。